飛行機がつけまつげ。静岡空港後編の巻。前回に続いて今日も静岡の空港にやってきました。初めての方はぜひ前編も覗いてみてください。ここからは国内の上海、北京、台湾、ソウルへの航空便などがあります。空港に入ったらまずはロボットに挨拶を。こんにちは。こんにちは。そして前回に続いて上の階に向かいます。地方空港なので飲食店はこれだけです。今日もエスカレーターに乗って施設探検の始まりです。鬼滅の刃、今日は平日ランチの看板も出ています。2階にはフードコートがあり、隣にはお土産の静岡マルシェがあります。気になったのはこれ、2024年1月23日より蛇口桃ジュースが設置されたようです。ピカピカの蛇口と新鮮な桃があります。利用方法はレジでカップを購入し蛇口をひねるだけみたいです。蛇口をひねると止まらないので溢れるくらい注げました。それでは富士山周辺の名産品、山梨内藤農園の桃ジュースをいただいてみましょう。新鮮な桃が美味しく、すっきり目が覚めます。設置されて早々飲みに来てる人たちがいました。果汁 100% で330円です。3階へ。3階へ上がると展望デッキがあります。その左手には清水高架遺山。こちらではおなじみ海鮮丼を食べられるお店のようです。店長一押しはこちらのよう。値段を見ると通常は来れませんが、今日は980円ランチ。店内はこんな感じでした。ここが一番奥の席です。ここは食事をしながら景色や飛行機を眺めることができます。今駐機してるのは FDA 鹿児島便です。ではランチに戻ります。エビ入りの汁に漬物、この日はちょっと白っぽいネギトロでした。それから魚のフライにさつまいもまで、これで980円です。いただきます。早速醤油をぶっかけます。お茶で乾杯させてもらいます。エビの出汁が効いて美味しいです。フライも良かったです。さつまいもまでついてます。ネギトロこんな感じですけど、わかりますかね。いつもは展望のみで、
返ってしまうので高いだけかと思ってたんですけど、予想より美味しくてお得なランチでした。漬物もいいですね。ちなみにこのお店の利用ですが、ドリンクのみでもこの席を利用できるそうなので、休憩気分で飛行機を眺めに来るのも良いかもしれません。店長さんは腰の低い方で優しい人でした。移動します。エスカレーターの横にある小さな飛行機が気になりました。こちらはフライトシュミレーターのようです。1回200円。シュミレーターはバイクの教習所依頼になります。今回も YouTube 魂をかけて挑戦するしかないでしょう。こちらのパネルを選択し、コインを入れるようです。よくわからないうちにスタートしました。出発。とってもリアルな画面。操縦桿をゆっくり引こう。飛び立ちました。伝説のフライトの始まりです。ポジティブ。なお、ピッチ角が20度になるように操縦桿を操作し、上昇しよう。Increase the altitude by increasing the pitch angle to 20 degrees. Use the control stick. 操縦桿の引きすぎは失速に直結するぞ。引きすぎに注意すれば。Be careful not to push. Pull the control stick up too much as they stall the aircraft.あれ、垂直に傾いてる。ここで速報です。強礁5過ぎ、乗員乗客1名、航順便が消息を絶ちました。伝説になりました。昇天。さて、体験コーナーも終了し、フードコートの方に再び戻ってきました。お次はそばにしてみよう。東海県富士見そばにやってきました。気になったのはこれ。鳥天そばはチキンナゲットみたいです。おそばはこんな感じの麺です。ネギやわかめ、かまぼこも入ってます。食べ応えのある鳥天でした。ごちそうさまでした。富士の国、空のしおり。今日はお酒が飲めないので行けませんが、窓の向こうのあちらでお酒の試飲ができるそうです。最後はこの前のカフェで休憩します。ちなみに今日はグリーンラテにしてみます。こちらがグリーンラテ。ミルク感が強い抹茶味で美味しかったです。一息つきたい時におすすめできそうです。最後までご視聴ありがとうございました。つけまつげのピンクの機種の側面後方にちびまる子ちゃんがついてるのが見えるでしょうか。FDA は展望デッキの前に来ると機長さんが手を振ってくれます。
Bag by your side.